おはようございます、三浦哲也です。ドリフトドライブやってます。今日はですね、横浜パシフィコっていうところに来てます。はい、何しに来たかと言いますと、はい、ノスタルジックカーん 2days かな。はい、初めてのイベントです。で、今日は日曜日なんですよ。で、なんでかと言いますとね、前日、はい、アタックがありましてつくばにいました。はい、その流れで、はい、1日しか参加できないんですけど来ております。でね、今回のメインはですね、読書です。はい、こちらです。2月18日昼からです。なんかね、ドリシャの話をするみたいです。はい、またね、あのね、MC っていうかね、回しがね、谷口チャンネルの先輩なんでね、まあ段取りなしです。今のところ何も聞いてません。はい、ですので、まあね、毎度のこと、はい、まあ、ガチャガチャになると思います。まあでもね、夕方、昼ぐらいなんで、まあ午前中とか、まあ、全然ね、時間あると思うんで、ちょっとね、この初めてのパシフィコをね、ぐるっと一周見てみたいと思います。芝タイヤ来てるので、まずね、そちらにご挨拶行ってみたいと思います。はい、こんな感じでね。あ、ミスモさんも来てるんですね。はい、お、動いてきてビューン、ステージ組んでありますね。多分特徴あるんでしょうね。はい、ぐるーんと行ってこんな感じなんですか。はい、ミニがあったりとか。お、ブリトさんや、おはようございます。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 お、ブリトさんや、おはようございます。はい、ぐるっとおはようございます。透明さんだね。おはようございます。こちらクソさんだね。なるほど、こちらは本当にいつもお世話になっているパターンですね。はい、お、フェラーリ珍しい。はい、こちらもパーツすごい置いてありますね。おー、すげえ、車も売ってる。はい、車販売もしてるんですね。はい、こちらもね、もういろんなものが売ってますな。こんな感じで、お、ホイール、うん、すごいね、ヴィンテージものとかいっぱいあるね。ミニカー屋さん、はい、お、イグニションさんや、おはようございます。売れましたかね、はい、例の、ありがとうございます、はい、よかったです。今回の目玉なんかあるんですか。お、こっち、これは限定30ですね、はい、え、1日でどのぐらい売れたんですか。昨日は、昨日はそこそこ半分ぐらい。あ、もう行っちゃったんですか、はい、じゃあもう全然売れちゃいますね。すごい、ありがとうございます。お願いします。すごいね、めっちゃリアルだもんね。これがね、小物グッズたちですね。はい、はいはい、こんな感じですね。うん、すごいすごい、軽く回ってきたんですけど、シルバータイヤブースでかい。おはようす、おはようございます。おーい、朝ごはん中。おはようございます。おはようございます。朝ごはん中じゃないですか。はい、めっちゃでかいね、このブース。やば、 R31並んでおりますね。チカチカだね。はい、848万円いいね、すごいね。こちら898万円めっちゃ綺麗だね。はい、はい、798万円もうね、高級車だね。すげえよ。お、これ皆さん知ってますか、このブラックバード、あの例の、はい、映画ですね、あれで使われた実写です。これはすごいんですよ。俺らはね、こんな本物を見れて感動してます。ナンバー付きっすよ、しかもすげえよ。実際これね、サーキットでも走ってるんですよね。すげえ、本物だぜ、助手席ついてねえぜ。あ、追加メーター自作だぜ。これ本当にね、新車からワンオーナーらしいんですよね。うわ、かっこいいね。
オール WB ですよ。感動だねこれね。すごいぜ、作り込んであるぜ。うお、モーテック入ってるぜ。エアコンも暖房も内装もございません。いやいや、オーナーの、はい。うわ、めっちゃやったりますね。すごーい。簡単に車の紹介お願いしていいですか？簡単でいいんで。はい、1989年式、はい、ポルシェ930ターボ、はい、あと運渡し、はい、大丈夫です。すぐに降ります、はい、ちょっと今、はい、すいません、新車で買いまして、はい、オーナーにワンオーナー35年乗ってます。素晴らしいですね。で、映画の、ワンガンミッドライトの実写版の映画の、はい、ブラックバード役としてモデルで出した車そのものの本物ですね。で、普段はアイドラーズというレースを中心に、はい、スプリントレースで、はい、もう 出まくってます。なるほど。150戦、すごい。チャンピオンは過去5回取りました。うわ、はい、本気っすね。エンジンが600馬力。なるほど、600。600です。で、ABS、トラクションコントロール、パワーステ、何もついてません。うわ、危ない車です。やばい、もうドライバー力は出せる車ですね。楽しいです、めちゃくちゃ。いいな。そう。で、もうこれからもずっと、はい、あのこれで缶オケ、私の缶オケこれなので死ぬまで持ってきますから。仲間でも。素晴らしい。はい。ありがとうございます。ちょっと撮影させてください。はい、ゴーダイ先輩、どうなんですかこの車。本物のブラックバード号ですよね。え、感動だぜ。感動ですよ、もう大好きな。ねえ、アギメデアギ、おお、実写版だもんね、これ本物だもんね。そんな間近で見られるなんて、ねえ、ね、もう一回見たいぐらいだもんね。改めてね、この車で、いやいやいや、ねえ、すげえ。エンジンのウエストゲートが開いた時のたまらないっすね。すげえぜ。でしかもこれ芝田入ってるんですもんね。そうです。すげえよ。今日は280、はい、レースは200。いいっすね、いいっすね。またその結果も聞きたいっすね。また走った感想とかもいいね。芝田タイヤ履いたポルシェです。かっこいい。これ本当にこの傷とか、これガチだからね。これすげえよね、ファイバーの。戦ってます。はい、芝田屋のねバラポンやっておりますよ。これ落とせるので一緒か。芝田屋4本、これね、俺の前でね、3回くらい出たんだよな。やべえよ。あとラジコンでしょ、はい、フォトパネル、はい、あとキャップ。これもね、まあまあね、サイクル早いんですよ。どんどん変わってる、はい、はい、使いやすいボックスね。あとは君の GR86、 もうね、広大マシンは売れちゃってね、残ってます。あ、俺がね、これ使ってるカバンです。グレー、まあ、カーキだったりね、黒ありますよ。はい、タオルだったりとか。あ、まだファイルがあれも残ってますね。はい、もうこれカラーリング変わっちゃうんで、うん、早く皆さんに買ってもらいたいです。ニュータイプになってしまいます。はい、T シャツありますよ。お、広大タオル残ってるぜ。はい、傘もあります。この辺はね、エアコンだね。もう本当にここの R31 に関してはもうオリジナルでも作り直しちゃってるんで、もう純正パーツないけど、はい、R31 に行けばあるみたいな
感じです。でグリッドさんとコラボシート柴田です。はい、マーケットセミ分けもあります。はい、でホイールですね、芝ホイありますよ。俺らが使ってるのはこういうフカリムかな。はい、まあ、でもねリムが薄いやつもありますね。あ、こんな感じ。色もね、まあ、4種類ぐらいあるのかな。はい、この磨いてあるタイプと磨いてないタイプ、はい、あります。こんな感じです。はい、芝タイヤに挨拶終わります。芝タイヤさんの挨拶終わったのでぐるっと回りましょうか。はい、こんな感じで、なんかマフラー屋さんかな。うん、おー、なんかチップ回るよ。はい、こちらもグッズ屋さんかな。ムーンアイズ、はい、有名ですね。お、あれはまさかの私、日比野が YZ サーキットで運転した例の車ですよ。50スパイダー風な S650。 はい、展示されております。いやー、モートー君がねすごい頑張って作ったこの車、すげーっすよ。これドリシャなんですよね。はい、バッチリこんな感じです。後ろが頑張ったから乗ってるよね、珍しい。はい、ちょっとカラーリングというかシール変わったの。はい、一応どうなのかな。うん、こういうセンスがいいね。はい、音見ないんで次回ります。です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 、またゆっくり行きます。